よく来てくれた。紹介しよう。ジミーケング、ザクソンに、ここからが、愚かな指導だが、膝をこの私、ついに渡る。どうだい、ジミーケング。この前の花、答えは出た。なぜ君、私はそれ。君は一体な、記憶、ログイン時に、これは特性の君が何者な私が悪あがきはし何君にけ俺が大丈夫何してるだからんあああああああなわけないでしょ私とあんただけああそっかそういうことまた一人私がワン正直ちょっと待って K はデジモンをどうして今まで何前にも言った。納得できない。ワームも。はーい。これが、私たちだから自分の記憶に自信がなくても。自分の記憶が岸辺が言ったようにでもエデンに至ってあの椅子にすどう終わったよさすが当たり前普通の人とは処理速度が違うもんあてめえ逃がしたまずいKに連絡おとなしくしてな。いっけ。しかもなんだ。うっふっふ。エリカに教わって改造した粘着性の電磁的なものを撒き散らし、敵を足止めしつつ、強烈な記念すべき初お披露目はみんな大好き納豆のカップ。みんな大好きじゃ意味ないじゃないの。うわ。俺は納豆が大嫌いなんだ。K の正体について知っていることを教えて
そこは言い切りなさいよ。ほんと閉まらないんだから。 K の正体なんて知らねえよ。数ヶ月前に突然現れて、いつの間にか地味本当に何にも知らねえって。だろ、 K は失敗したやつにはマジで容赦ねえんだ。本当に何も知らないみたいだね。任せて。そいやブヘラ。エリカみたいでしょ。エリカの危険だね。そうじゃなくて、K のこと気づかなくて。エリカが言いたいのはね、君のアバターを持っていた K こそ、君のアバターを。これまで K がいろんなハッカーのもとに君を誘導していたのは、それに穂坂を倒した時、奴の、もしかしたら穂坂も K がデジモンを遠隔操作してくるような相手だもん。奴は犯人を倒したと君に油断させておいて、君、何のためかわからないけど、K は君を消そうとしたのがその証拠だよ。本物がいなくなればこのエデンでは。気をつけて、奴を。何そういうの真顔で言うとか。エリカすっごく喜んでるよ。うるさいの。あんたはまたそうやって余計なことを。もう用は済んだんだから早く戻ってきなさい。はーい。まったく、もう君も。あ、そうだ、掲示板に真田新からの書き込みがあったよ。メッセージを転送するね。お兄ちゃんとはまだ連絡が取れないし、君、この人ならお兄ちゃんが行きそうな場所に心当たりがあるかもしれないし、終わったら帰ってきてね。相談したいことあるから。
お宅はフーディエの掲示板見て来てくれたのか。リュウジは？リュウジと連絡がつかない？なんかあったのか？千歳がリュウジをかばってエデン症候群に？マジかよ。クソ！あの女、どれだけ俺のダチを巻き込んだら気が済むんだ。それを聞いたら、なおさらこの計画、成功させなきゃならねえみてえだな。俺たちは今、岸辺が企てたある計画を阻止しようとしてるんだ。パラダイスロスト計画って言ってな。信じられないだろうが、その計画で、あの女は世界の破滅を目論んでるんだとさ。おったまげちまったか？確かにとんでもねえ話だよな。デジタルワールドって聞いたことあるか？で、知ってるのか？それなら話は早いぜ。そのデジタルワールドと俺たちの人間世界は次元の壁と呼ばれるもんに隔てら、岸辺はその壁に穴を開けて二つの世界をつなげるつもりなんだ。そうすっとロイヤルナイツっつとんでもなく強いデジモンが俺たちの世界にやってきて人間を滅ぼしちまうんだとさ。俺たちにもまだ正確なところはわからねえ。でも俺の仲間が言うにはとんでもねえデジモンの手先かデジモンそのもの。俺たちはひょんなことから岸辺の計画を知っちまって止めるために動いてるってわけ。仲間の一人に優秀な指揮官がいてさ、その人がこの計画を阻止するプランを立ててくれた。これから俺たちは主要な電力施設にハッキングをかけて東京中に大規模停電を起こす。そうすりゃ奴らの計画は阻止できるはずだ。おーい、ついてきてっか？
ま、そうだよな。世界の破滅だの、次元の壁だの。こんな漫画みてえな話、すぐには信じられねえよな。俺の昔の仲間も、深くは聞かずに付き合ってくれてるわけだし。理由なんてどうでもいいんですよ、新田さん。こんなビッグな作戦に参加できるの久しぶりで嬉しいっす。その通りだ。昔を思い出して腕が鳴るぜ。なあ、新田。よしてくれよ。そろそろ時間だ。みんな各セクションに散って合図を待ってくれ。おう。ま、そういうこった。龍二のことは俺も気になる。だが今はこっちも重要なんだ。オタクの腕は知ってる。よければ手伝ってくれねえか。六本木発電所サーバーに回す人手が仲間が待ってるから一度店に戻る。構わないぜ。時間には戻ってきてくれよ。岸辺理恵がそんな計画を。やっぱりあいつは今もどこかで生きてるんだね。計画の真偽はともかく、岸辺の計画を阻止するっていうのは私も賛成。ワームモンには悪いけどね。私？どうして？どうしてって、あんた故郷のデジタルワールドに帰る方法を探してたんでしょ。岸辺の計画が成功して、その次元の壁とやらが崩壊したら、あんただって向こうに帰れるかもしれないじゃない。うん？わ忘れてた。あのね、だってエリカたちといるのがあんまり楽しくて、正直帰ることなんてどうでもよくなって。そののんきさ。君、真田新たの計画で六本木の発電所に行くんだよね。私、エデン症候群に関わる謎を知っていそうな人物に覚えてるでしょ。スウェド所在を調べたら、ちょうどその発電所にいるみたい。なぜそんなところにいるのかわからないけど、話が聞きたい。私、千歳のエデン症候群を治したいの。無茶なのは分かってる。ネットに転がってるあらゆる情報は集めたけど、でも私どうしてもフーディーを取り戻したい。私のせいでこのままじゃ、私はお兄ちゃんが帰ってきてもちゃんと話もできない。エリコ、だからお願い、力を貸して。何それ。あのね、何度も言うけど、それじゃあやることは決まったね。まず第一目標は岸辺理恵の計画の阻止。それと並行して千歳を助ける方法を探す。そして
ああ、来たな。そっちは誰だ？オタクも参加してくれんのか？リュウジの妹のエリカだよ。私はエリカのパートナーのワームマン。なんでデジモンに自己紹介させてんだ？リュウジの妹ね。真田新ただ。ま、適当によろしく。お、ん？時間ないの。お願い、素直に入って言って。それじゃあ、ちゃっちゃと計画を説明。計画の大目的は、岸辺の計画に必要不可欠な、そのために東京中を停電させる。東京中つっても、全ての主要都市の発電所をハッキングして電力。だがそっちは俺と俺の仲間が対応する。六本木には都の発電所以外にもある企業が運営している。お、他を落としてもそこが生きていると新都庁に電力が供給する。そういうこった。オタクらはこの発電所サーバに侵入して、発電所のセキュリティ。ああ、だからセキュリティの制御を奪ったら侵入開始だ。一人で全部のセキュリティを見てるの？これでもオタクの兄ちゃんと同じチームだったんだぜ。よっと、完了。サーバの真相に電源のアクセスポイントがあるはずだ。到着したら待機して合図を待ってくれ。俺の方で緊急用の補助電源を落としたら連絡する。これも岸辺の計画。デジタルノイズが多すぎて、スウェドアケミの居場所が探知で。急ごう、真田新たに。お、あいつら何。おいおい、そっちのセキュリティ。クソ、計画が荒いせいで穴ができちまってる。リュウジの妹と後輩に何かあったら侵入ログを消すことはできないが。さあ、行こう。
れどう？そりゃ！よしよし、偉かったね。開始だ。みんなのおかげだよ。この機を逃さないで。これでどう？乗れよ！よしよし、偉かったね。準備はいい？
見つけた。おやおや、あなたたちはいつぞやの。これはまた妙なところでお会いしますね。このセキュリティを突破して侵入してくるとは。あなたたちとても優秀なハッカーだったんです。あなたに聞きたいことがあってきたの。私に？でもその前に確認させて。こんなところで何をしているの？あなたひょっとして。おやおや、岸辺さんのこともご存知でしたか。やはり最近仲間と一概に言うのは難しい。彼女と私は主ですが、彼女が利用したイーターの行動原理理論を解明したのはこの私です。そういう意味では仲間と言えるかもしれませんね。おや、何か起こっていらっしゃる？あいにく私はあらんことは苦手でしてね。できれば穏便に。こ直接的な仲間でないならそれでいいよ。さて一体何をお知りになりたいと。エデン症候群について。すべて仲間がエデン症候群になったの。どうにかしてた。それを聞くために。私の所在を突き止め、発電所のセキュリティを。いいでしょう。これイーターの論文。それを解読できれば、とあるネットワークへのアクセスが可能になります。これであなたは私と同じものを見、同じ声を聞くことができる。実はこれまだ私も解析が済んでいないものでしてね、これからいろいろと試してみようと準備しているところなんです。これの可能性は無限で、私の時間は有限だ。あなたなりの解釈で解析してプログラミングしてみてください。若いハッカーの柔軟さと主張に満ちた思想があれば、これは私などが構築するよりはるかに有意義な形に生まれ変わることができるかもしれません。なんか怖い。こういう人のことをよく言われますが、心外ですね。ともかくそれを探ることがエデン症候群を解明する手がかりになるでしょう。見たければ勝手に見ろってこと？ずいぶん太っ腹だね。知識は求めるものにこそ与えられるべきです。あなたは何のためにイーターを操ろうとしているの？探求心ですよ。ただの。おやおや、凄まじいですね。膨大なデジタルウェーブの本流、我々が感知できるほど仮想空間を振動させるとは。どうやらうまくいったようですね、岸辺さん。何あれ、空からデジモンが。次元の扉が開放されたのです。ついにこの世界の物理法則は。二人とも電源のアクセスポイントに急が。待たせて悪い。もうすぐ合図する。アクセスポイントにはつい急いでくれ。近道を開けてやりたい。おやおや、
彼は君たちの親友。邪魔をしてしまった罪滅ぼしも兼ねて。アクセスポイントまでのバックドアです。どうして、なぜ協力してくれるの。言ったでしょ、私と岸辺さんで。この後あなたたちや彼が何をしようと私の目的に影響はあり。それにこの程度の手伝いで。あ、それでは。待って、まだ聞きたいことが。ヘリカ、急がないと。ハッキング始めるよ。行こう。
方を任せて。なったね。ここがアクセスポイント。こっちも準備できた。で、成功した。そっちは無事か。計画自体は一応阻止できた。何これ。何が起きたっていうの。どうせ俺はどこで間違えた。俺とお前と新たと三人でバカやってた時は何も迷うことなんてなかった。新たを許していればよかったのか。そうすれば俺は誰にも。なんだ。死ねって
繋がった。次回は解放の時が来た。我が名は、あるかあらゆるものは消え去る。消え去る？最初からそうすればよかったんだな。ねえ、タック、いや、ここハッカーのたまり場になってるエリアなんでしょ？見つかった。大丈夫だってミポリン。俺、クーロンレベル、このエリア幽霊まで出るって噂があるんだ。いやー怖い。そしたら俺が、あ、ねえ、あれってハッカー、大丈夫だってミポリン。よせ、あれは獲物じゃない。消してやる。消される前に消し、関東全域を覆っている怪現象は未だ収まりを見せず、政府の対応が急がれています。まるで仮想現実の世界に迷い込んだかのような奇怪な現象に専門家は、それがニュースっていうものなんだね。びっくり。大規模なデジタルシフトが起きたおかげ、君たちの世界すっごく興味深いよ。ねえ、君のデジモンは、そっか、でもそのうち来られるようになるよ。東京のデジタルウェーブはどう？ワームもあんまりうろちょろしないでよ。だって面白いんだ。東京が大変なことになっちゃったのはわかるけど、エリカたちといつも一緒に、そう言ってごまかそうとしても無駄だから。ねえ、スエドアケミからもらった論文の解析に集中したいの。ワームもその子がいると気が散るの。あっ、ジュースサーバーが壊れて床がジュースまみれになってる。おい、誰だ PC 画面に落書きしたの。朝からずっとこうなの。ごめんなさい。
いっけ。さあ、行こう。ほら。みんなのおかげだよ。開始だ。みんなのおかげだよ。金目のもの置いてきな。
句あるってのか？行こう。
こんなはずでは。そんな。
禁物だ。無理は禁物だ。禁物だ。行け。あっ。行け。